い、始まりましたムチムチサウナ。本日は下北沢、はい、下北線路街空き地のサウナランドさんに来ております。はい、本日撮影日が2月の9日なんですけれども、私がアポ取ってたのがなんと3月の9日でして、1ヶ月間違えてきております。はい、てなわけで今サウナを温めていただいております。いい映像撮れた。いい天気だね。サウナ入る前にお酒飲んじゃう。そうだよね。でも飲みたいじゃん、素直に言うよ。そうだね。1ヶ月間違えたので、今サウナを作っていただいてて、先にご飯を食べます。前代未聞。笑い事じゃない。優しいよね。でもね、対応してくれてすごいありがたいです。突然の撮影に、はい、私はホットワインを頼みました。琴ちゃんはモリンガ茶を頼んでおられました。モリンガ茶すっごい健康にいい、うん、お酒です。あ、お酒じゃない。お茶です。茶って言ってるやんけ。乾杯乾杯。頑張ろう。ここに出しとかなきゃね。飲酒はしないでください。本来はね、みんな日付を間違えないでください。おいしい。おいしい。うん。いただきます。はい。ダメだ、もう飲んだ。もうやばい。ダメだ、カットカット。戦闘力高めのマグロ丼。これは群れで泳ぐマグロが、マグロの一番前の超強いマグロらしいです。いいものを食べているし、強い、選ばれしマグロ。引き締まってるんだろうね。まさか俺が食われるとはな。多分思ってる。あんなに強かった俺が。心して食べないと。よし、いただきます。YouTuber やんなかった。卵割るとこアップするんだろうな絶対。うわ、これ混ぜ混ぜして、混ぜ混ぜするとこじゃない。うわ、じゃあ、うわ、トリュフ塩だからね。はい。いただきます。ちょっと少なめにしてもらいました、撮影用に。本当は皆さんもちょっと。神の味してる。味がすごいかも。なんか、なんだろう、マグロの味が濃い。なんか水っぽさがないっていうかさ。やっぱ引き締まってた。うん、引き締まってる、それか。ギューってすごいんですよ、マグロの量が。3匹分ぐらいの味がする。すごいね、うん、3匹分は結構だよ。大丈夫そう。ほんとほんと、裏切らないと思う。めっちゃ美味しいんですけど、なんで私朝マックしちゃったんだろう。全部正直に話すんだ。うん。琴ちゃんより前に見ちゃおう。わあ、すごい。でーん、テントサウナ3棟あります。あー、マナだ。ムチムチサウナ。ロウリュ1回ごとに香りの違いを楽しめる、違う香りを楽しめる、あれはマリアージュ体験、言えなかった。ででん。
気持ちいい。気持ちいい。わあ、ストーブ。一つの香りで楽しむじゃないですか。それをですね、こちらのテントサウナは一杯ごとに楽しめるということで、ロウリュごとに香りを変えられます。はい、ことちゃん、ブラックフォレスト、アイスミント、レモングラス&オレンジ、マウンテンハーブ、モミの木、クランベリー、どれがいいですか？モミの木、クランベリーですね。はい、じゃあこちら、だいたい3プッシュだそうです。ちょっと待って、こっちに出してた、待って、ごめん、ことちゃんに隠しません、いい香りになった。1、2、3。はい、ちょっと上からだから怖いね。優しくかけないと。わ、もうかわいい香り。わ、いい香り。なんかクランベリーだけだとさ、爽やかすぎちゃうけどさ、もみの木が入っているから。そうだね。ちょっと打って入れないけど気をつけてください。わー、いい香り。こんなに、わー、くるーくるー、あちちちちちちち、信じられないほど初こんなになったの。甘み出てます。信じられません。そして私たち今日サウナハットおそろいです。かわいい。私はもういいよ。私はもうそういう友達いるよね。何がいいっていう友達。今それやってる。いいって、まーちゃんがかわいいから絶対映った方がいいよ。私はいいって。え、まるちゃんかわいいよ。本当にいいって。あ、隠れちゃう。やだ、熱っ。ちょっとやめてね、やめて。そんな大切なカメラマンさんの手を私によってやけどさせちゃったらもう。いつも素敵な写真を撮ってくださって、1万2000円出して通ってます、そんなに。プロやん、もう。もうね、ちょっと優しくもう一発いきます。優しくね。次の香りは2番目に使いたいのはどれですか？え、選んでいいよ。じゃあマウンテンハーブで。マウンテンハーブで、はい、サンプッシュいきましょう。はい、だいぶ少なくいこう。そっか、下に置かなきゃいけなかった。ワンプッシュにするか。そうしようか。ありがとう。マウンテンハーブはスパイシーなハーブや野の草花が、漢字が読めない、混ぜ合わったどことなく懐かしい香り、優しい。何混ぜって読むんでしょうか。折りじゃないか。行くぜ。行ってる？いいの、いいの。かわいい香り。こんな感じです。
高。ムチムチサウナ。初ウィスキングの間にマナは別のところに体験しに行くそうです。お願いします。そうしましたら、ちょっと確認なんですけれども、はい、今日はちみつとお塩を使ったスクラブをピザだったり足裏にさせていただきたいんですけれども、アレルギーなどは大丈夫ですか？そうしましたら、じゃあ早速始めていきたいと思いますので、仰向けにまずお願いいたします。はい、そうしましたら目元にターンをしていたします。あ、そしたらそのまま、あ、ちょっと上に上がっていただいて足伸ばす形でダラーンと、飛べれることって少ないと思うんですけど、うん、はい、それだけでも頭とこう足が同じ高さにあると熱がちょうど全体的に回って気持ちいいんですよね。気持ちいい。上がった蒸気を体に少しずつ下ろしています。すごい柔らかな植物の香りをお楽しみください。そこから深呼吸をしてみてください。時間空間調律するサウナ、噂によるとここが一番暑いらしいです。いざ。暑い、すごい、なんかチルな音といい香りが。
ました。葉っぱ取ります。愛しい。愛しい。できた。あ、でもいけるかも。お。ちょっと手広げていただいて、その方、はい、ありがとうございます。でも、あの、頭までバシャンと付けて、あの、耳までつける感じ。はい。はい。素敵、素敵。あ、いけ、いけながら。はい。すごい。すごい。ですか、うちら。確かにこれフル尺でやるともう飛びますよ。飛ぶかも。そう、確かに飛びてー。もうでも飛んでるよ結構。それではお休みください。もうここに住みます。ああ本当に命ありがとう。いやサメシも最初からめちゃくちゃ美味しかったしね。今日美味しいものをいただいて、最高のサウナに入って、しかも3種類ね。すごい、なんかここ下北沢だってこと忘れちゃってたかも。ウィスキングしたら？いや、ウィスキングした時私自分が誰かも分かんなくなったみたいな。そうだね。下北沢でこんな体験ができるとは。できます。3月21日までです。皆さん絶対来た方がいい。ぜひ。女の子も。でも昼めっちゃいいよ。ぜひポカポカ陽気でね、楽しみに来てください。うん。サウナランド下北沢店様でした。下北沢店ってか下北沢のサウナランドでした。頭回らないね。いや、あの、私ウィスキングしてないんで、あの、通常運転なんですけど。はい、ありがとうございました。気持ちよかったです。